男性はこんな接し方をされるとその女性に惚れてしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が女性のどんなところに惚れてしまうかというのはね、その人の好き嫌いの問題もあったりするので一概には言えないんだけども、接し方としてね、こういう接し方をされると、まあ、少なくとも嫌いになることはないよね、少なくとも好きにはなるし、そこから惚れていく可能性もあるよねというポイントが、まあその共通項というのがね、6つある、今日はその6つをねご紹介をしていこうと思います。実際に惚れた後にね、彼はどんな態度であなたに接してくるか、惚れた時に見せる男の行動態度の変化というものは、こういう動画でねご紹介をさせていただいているので、まあ、こちらを見ていただければいいんだけど、まあ、実際に惚れた男があなたに対してどういう接し方をしていくかという話、こちら画像が出ていてリンク先はこちらに出ています。ここではね、あなたの側のこう接し方としてね、男を惚れさせるためにはこういうね日頃の関わり方をしてみていただくと、彼はあなたのことを好きになっていく、あなたに惚れてしまうというお話です。もちろんここでご紹介させていただくお話がね全て当てはまるかというとそういうことでもないと思います。状況環境、あなたと彼との関係性だとかね、まあ、いろんな要素によって当てはまるケースも当てはまらないケースもある、まあ、なので個別具体的な問題については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いを一緒にさせていただくことができるので、そちらはこちらにねリンク先出てますのでこちらの方から、お申し込みくださいませ。ということで男をね惚れさせる女の接し方と、いうことでいきたいと思いますが、一番目はこちらです。はい、自分をね、隠さないことですよね。自分を包み隠さずに接してくれる人のことは、まあこれ男女かかわらずですけどね、大体みんな好きになりますよ。やっぱりこうどっかでね自分のこと隠して、まあ上辺の部分でね、やっぱりこう小手先でお相手とやり取りしようとする人ってやっぱり相手もちょっと警戒してしまうじゃないですか。好きとか嫌いとかっていうね、もうそれよりも以前の話で、まあ、なんかこの人はちょっと上辺の話だし、この人は結局一体何者なんだっていうことがやっぱりよくわかんないから信頼できないし信用できないし、関わりを深めていきたいというふうには思わないですよね。だからこそあなたがねやっぱりこう、まあ思ってることというかね、まあ自分という人柄、自分というキャラクター、パーソナリティっていうのを、まあ、そのまま全部ね、もうお相手に私こんなやつやねんドーンっていうふうにお出しになってしまうと、まあ、お相手としてみればね、あ、なんか全部俺に出してくれてる、あ、全部この人もう明け透けに見せてくれてるってことは俺のこと信じてくれてるんだ、あ、俺に興味を持ってくれてるからそうしてくれてるんだ、だったら俺もねこの人に見せようっていう話になっていく。いや、そんなね自分のこと見せたら嫌われてしまうかもしれる、嫌われてしまうかもしれないじゃないか、そんな風にね、思うかもしれない。でもね大丈夫ですよ。自分のこと見せてね嫌われるんだったらどうせ嫌われるからね、ちゃんとその代わりご縁があれば、まあ結ばれるし、ご縁がなければね結局何やったってダメなものはダメだから、あんまりそこでね、まあつまんない駆け引きめいたことをして、自分を偽って自分を隠してお相手にね、まあ綺麗なとこだけ見せようとしたところで結局後でダメになっちゃう話じゃないですか。まあだから、まあご縁があるなしってお話はね過去にもこういうお話で差し上げてるんでね、まあご縁があればあなたをちゃんとね全部包み隠さず出したところで関係は切れないし、むしろあなたは彼から、惚れられるというかね、まあ、画像はここに出ていてリンク先こちらに出てるんでね、まあ、こちらの方見ていただきながら、自分のことをしっかりお見せになって、そしてご縁があればね、そんなあなたを彼は愛してくれるし、あなたに惚れてくれるし、そして、まあ、あなたとのね関係を深めていきたいというふうに思ってくれるので、自分をね包み隠さないことということを覚えておいていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして2番目です。まあ、1番目と同じようにね、これも当たり前といえば当たり前で、男女に限らずなんだが、発話が明るいということですよね。人は誰でも、まあ虫もそうですけどね、明るいところが好きなんでね、まあなんかちょっとジメジメしてちょっと日ね暗がりみたいなところにはやっぱり行きたくないですよね。まあ何かにつけて、
まあ、あいつが悪い、こいつが悪い、世の中が悪いとかね、まあ、私はダメなやつなんだとか、もうとにかく被害者意識だったりとかね、まあ、とにかくこう、まあ、状況環境のせいにしたり、誰かの悪口を言っていたりとか、常にこう生産的ではない、もうね、言ってもしょうがないようなことをね、いつまでたってもこう上から目線で、評論してたりとかね、まあ、そういう人の話をあなたも聞きたくないでしょ。そういう人と話をしてて、あなたも面白いかさ、面白くないと思うんですよね。逆にね、やっぱりこう周囲を明るくしてくれる、よりね、環境状況をより良くしていこう、自分たちでね、この道をどう切り開いていこうかということを積極的に発話をしてくれる、話をしてくれる、そういう人とは関わっていきたいじゃないですか。まあ、一緒にいてこう笑顔になれるというかね、心が明るくなれるような人との話、人の話ってみんなが聞きたいし、それは男女に限らずね、やっぱりあなたがそういう人であれば、まあ、お相手はね、そういうあなたを好きになるし、まあ、あなたもそういう人が好きなんだったら、あなたもそういう人であればいいという、これごくごく当たり前の話ではあるんだが、これもね、やっぱりこう周りがそういうね、発話を許す状況じゃないからとか、まあそういうね、周りが、まあ、なんていうかな、こう自分の明るい話に、ね、ついてこないからとか、まあいろいろこう状況環境のせいにしてしまいがちなんだけど、いやいや、だからこそあなたがね、発話を明るくするとみんながね、あなたの方に向いてくるし、あなたのことを好きな彼もね、あなたの方に、まあ、あなたが好きな彼もあなたの方に、向いてきてくれるし、新たに惚れていくということになっていくということです。さあ、そして3番目です。はい、気配りがね、お上手な方というか、気配りをしようとする心構えを持たれている方ですよね。まあ、気配りというのは、まあ、何かね、こうお相手を喜ばせるとか、周囲の人を、傷つけないようにするとか、まあ、そういう心遣いですよね。もちろんその気配りがね、結果的にうまくいかいかないかっていう問題はありますよ。でもそれはね、人と人との関係だから、まあ、事故やエラーは起こるんで、それはそれでいいんだけども、それより前にね、まずやっぱりこう自分のことばかりとか、まあ、自分と彼とのことばかりだけではなくて、やっぱり全体をね、こう明るくしていこうとか、まあ、全体がね、こうハッピーになっていく、幸せになっていけるような状況環境を作っていこうということを、まあ、思えるかどうか、まあ、ちょっとね、こう、まあ、外れてる人がいたら、あ、ちょっとね、こっちから声かけられるぐらいの人がいたりとかね、まあ、ちょっとね、こう、何か、あ、この人なんか足んないものがあるんだなっていう時に、こう、一声かけられるとか、そういう、こう、気持ちをね、人の方にもちゃんと向けられる余裕を持っていると、まあ、そういう人って、やっぱりね、これも、あなたもそういう男って多分嫌いじゃないと思うんですよね。で、そういう女は男も好きだし、特に男の人は、自分のね、こう横に置いておくというか、まあ、ね、女性からするとふざけんなって話かもしれないけど、まあ、自分がこうね、お付き合いをするお相手をやっぱりどっかにこう連れ回してね、こう人に見せていきたいっていう時あるわけですよね。そういう時にやっぱりこう、まあ、外面がいいというか、やっぱりこう気遣いができるような人っていうのは、男性はやっぱりはこうそれだけで自尊心満たされたりとか、自己顕示欲が満たされたりすることもあったりするので、やっぱりこう気配りができる女性、まあ、自分に対しての気配りっていうのもそうなんだけども、やっぱりこう周囲に対して気配りができる女性っていうのは、まあ、男性から見るとね、おっといいなこの人、あ、こういう人とお付き合いしたいなと、普通に思うので、まあ、ぜひね、気配りを、まあ、できるできない、うまい下手っていう問題ではなくてね、気配りをしようとする心遣いをね、持って人と接してみるということをお考えになっていただくと、まあ、彼の気持ちをね、ググッと掴むことができるというお話です。さあ、そして、4番目いきましょうか。こちらですね。はい、本当の自分をね、理解してくれる女性のことを男性は好きになります。これもまあどれもそうなんだけど、男女に限らずですけどもね、最近もそんな話したかもしれませんけど、人はね、自分が見たい姿を映してくれる鏡の前に立ちたいんですよね。まあ自分はね、本当はこんなやつなのに、俺は本当はこういう力があるにもかかわらず、それは世間で認められていないとか、人から見られている自分と本当の俺って違うのにな、そんなね、ストレスってみんな何かしら抱えて、そのストレスの部分をあなたが察知してあげてね、あなたは本当はこういう人なんよね、あなたにはこういう力があるんよね、あなたは本当はこういうふうに思ってるんだよね、ということを言ってくれる人のことはね、みんな好きですよ。そしてね、まあ、やっぱり世の中の評価とかではなくてね、やっぱり自分が思ってる自分のことを分かってくれてる人がいれば、あ、本当に正しい俺を理解してくれる人はこの人だけなんだってやっぱり思うしね。それは、男女逆にしても全く同じお話で、その話だから、これか、この話でね、最近したんですよね。まあ、なんていうかな、こう男の人が手放したくないというか、心を許すような女の人って大体そういうことができているというお話。この動画の中で1番目か2番目にね、同じような話で挙げてると思うんで、リンク先こちらに出てますから、こういうことができる人っていうのは、やっぱり男も女もそういう人から離れていかない、そういう人に惚れやすいですよね。やっぱり自分を理解してくれる人ってみんな
好きですからね、全く理解してくれないというか、理解しようともしてくれないし、こっちを向いてもくれないみたいな人のことは、誰でもね、やっぱり疎遠に考え、誰でもね、こう、距離を置きたくなってしまうけど、自分のことを理解してくれる人のことはね、やっぱり好きになっていくんで、そのためにやっぱり彼のことをちゃんと理解をしようとすること、まあ今日の一番目にも言ったようにね、自分の話をしっかりして、自分をね、明けすけに、包み隠さず話をして、お相手のこともしっかりとお話をしてもらって、相互理解を深めていきながら、本当のお相手の姿というのをね、まあ、本当に相手が見ている自分自身の姿というのをあなたが察知してあげて、それを伝えてあげる、まあ、そこの部分をね、持ち上げてあげるというようなことをしてあげていただくと、彼はあなたを好きになるということになるのではないでしょうか。さあ、そして4番目です。あ、5番目か、ごめんなさい。感情をね、共有できることですよね。まあ、人は自分と同じ感情を抱いている人に対して、共感めいた感覚を持ちやすいですよね。だからやっぱり悲しい時にはやっぱり同じ悲しい思いをしていたりとか、喜んでる時にね、やっぱり横で同じように喜んでくれる人がいたら、そこに連帯感って生まれていくわけですよね。そしてその連帯感はね、時に恋愛感情にも発展していくことがある。よく吊り橋効果なんていうね、話があって聞いたことあるね、かもしれませんけど、まあ、吊り橋の上でね、まあ、怖い、不安、心配なんて言った時に、まあ、一緒にいると、まあ、その不安や心配ね、その感情の揺れが恋愛感情に紐づくみたいな話があって、割とこれもまあ、ちょっとね、言い過ぎでそこまではっきりうまくいくかっていうとそうでもないんだけども、でも割と当たってるところもあってね、やっぱりこう感情が揺れ動いてる時に一緒にいる人っていうのはやっぱり連帯感を今申し上げたように生みやすいんで、極力だからあなたがね、彼に対して感情の伴うような体験を、共有する。例えば仕事でね、一緒に何か新しいことにチャレンジする、まあ、趣味で新しいことをチャレンジするとか、また何かしらね、感情の伴うような話、まあ、誰かの悲しい話でもいいし、まあ、誰かの面白い話でもそうだし、やっぱり喜怒哀楽をね、共有できるようなネタを含んだ、まあ、トークとかね、まあ、そういったものをしてあげると、まあ、なんかね、この子と一緒にいるといつも感情揺さぶられて、あれ、俺ひょっとして好きか、あ、好き、惚れたというね、ふうに、まあ、なることもあるよねというお話でした。さあ、ということで最後6番目ですね。まあ、1番目から5番目までの話のね、ちょっとまとめ的な話になるんだが、こういうことですね。これを自然な振る舞いでね、やっているかどうかっていうのが結構重要で、よくね、私は好きな人にはそういうことをやるんです。私は大切な人の前だったらそういうことできますっていうことね、言う人います。男でも女でも。でもね、それって結局その場その都度その時だけのね、取ってつけた対応じゃないですか。それってやっぱり見透かされますよね。あなたもそういう取ってつけた対応する人ってね、はあっていうふうにちょっとこうね、ドン引きしちゃうじゃないですか。しかも、まあ、あなたに対してはすごく誠実な態度を見せているけど、あっちの方ではね、全然不誠実な態度をとっていたりとか、まあ、あなたに対してはあけすけであるようで、こっちの方ではね、なんか本当にこう常には駆け引きめいた話しかしてなくて、こう腹黒そうなやり取りばっかりしてるみたいなことを見たらちょっとがっかりしますよね。だからしっかりとね、やっぱりいつでもどこでも同じような対応をしていると、結果的にね、やっぱりお相手の前でもそれが自然な振る舞いに移るし、お相手もね、やっぱり目の前にいる人が自然な振る舞いをしているから、誰に対してもこうなんだろうな、だから信用できるっていう話になるわけですよね。だから取ってつけたような感じでなくなるためには、やっぱり極力ね、まあ、自然な振る舞いをするためには、誰に対してもね、同じような振る舞いをしておくこと、まあ、いつどこで誰にどう見られてもね、あの人はこういう人なんだ、あの人はこういう人なんだねという評価をされるようになってくると、もう確実にもう彼はあなたのものになっていくと、いうことになるのではないでしょうか。さあ、ということで、ざざっとね、今日も6項目ご紹介をさせていただきました。まあ、このチャンネルではね、いつもそうなんだけど、そんなに目新しい話かっていうとね、まあ、実はそんな目新しい話じゃないんですよね。当たり前っちゃ当たり前なんです。ただ、この当たり前のことをね、時々やっぱり思い出していただきながら、まあ、彼との接し方っていうのを少し考えてみていただくとね、彼の気持ちっていうのは、まあ、こっちに向いてくる。そして、もちろんね、さっき、まあ、極力ね、いつもこういう誰に対してもこういう接し方をしようとは言いましたけど、全部は全部ね、それは難しいかもしれません。でも多少ね、やっぱり濃淡をつける必要はあるかもしれないけど、まあ、こういうことってやっぱり日々積み重ねていくしかないので、ある日突然ね、こういうことがドーンってできて、そしてその上で彼がね、いきなりドーンってあなたのことを好きになるかっていうと、そういうこともないので、すぐにはね、結果が出ないことかもしれないけど、まあ、小さいことから、できるところから始めていただいて、まあ、それがね、自然な
振る舞いになってくると彼はあなたのものになっていくということになるので、まあ、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。